茨城県道252号坂東菅尾線、上層市大塚戸町茨城県道252号坂東菅尾線は、茨城県坂東市から上層市菅尾町に至る一般県道である。菅尾沼の東側に位置し、坂東市神田山の国道354号、神田山交差点から上層市菅尾町の茨城県道3号筑波の打線。 原入口交差点まで南北に結ぶ延長約5 5トルの路線。道路沿線に一言出身者がある。1994年4月1日、前進にあたる一般県道藤城板、というい線は一部区間が主要地方同種種、豊岡線に昇格、統合されることにより廃止となり、藤城板、 と祝い線の西側の残存区間部分をもって、起点を祝い市、終点を三海井同士菅尾町とした、新規路線、県道祝い菅尾線として、路線認定された。翌1995年に整理番号252へ変更される。2005年に、起点の祝い市が、平成の大合併により、佐島郡佐島町と共に、番同士となったことに伴い、路線名を、 坂道菅尾線と解消し、現在に至る。道路法の規定に基づき、坂道市神田山上層市菅尾長官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積差4トンの、 普通貨物自動車が通行できない区間。AB、道路の区域の決定、茨城県法号外第49号、P14、AB、道路の区域の変更、茨城県法号外第78号、ピアニッシモ12、ABCD、茨城県道路現況調書平成31年3月31日、現在、P15、 県道路線廃止に関する告示。茨城県法号外第49号。P9。県道路線認定に関する告示。茨城県法号外第49号。P8。県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法。第637号。ピアニッシモ。82。車両制限例の規定に基づく道路の指定。茨城県法。 1> 第1139号、ピアニッシモ61、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1241号、ピアニッシモ1014、車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1342号、ピアニッシモ1112、車両制限令の規定の基づく道路の指定。茨城県法、 第1551号、ピアニッシモ94、県道路線の変更、茨城県法、第1657号、ピアニッシモ1213、車両制限例の規定の基づく道路の指定、茨城県法、第1955号、ピアニッシモ1516、車両制限例の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第2168号、P9、 道路の専用を制限する区域の指定、茨城県法第2980号、ピアニッシモ1828。ありがとうございます。